ゼブライン祭りのキャラ当て相診断の動画。どうも、撮影順調でしょうか。山下さん、どうでしょう。最近買ったばかりのマグカップを洗濯機の上に置いてブルルってなったら割れるかなと思って見てたら割れました。悔しかったです。予期できた未来を阻止できない自分になんか辛かったです。この動画はですね、私の趣味特技であります手相についてお話をしております。毎回ゲストの方を招いて、その方にまつわる手相のちょっとしたお話をしてます。本編スタートです。それでは本日のゲストの方です。どうぞ。お願いします。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、2時3時から来ました、ゆうきちひろです。ちーくんです。お願いします。お願いします。最強のショタが現るです。楽しみです。あ、嬉しい。そんなこと言ってくるなんて。さあ、そのちーくんにまつわる手相、こちら注目してください。さあ、ここ小指の下から環状線という線が出ています。この線の始まりの位置がちょっぴり下の方から出ている方いらっしゃいませんか。こういった方はクールなモテモテ野郎でございますね。相手の気持ちを自分のペースに持ってきて、もう虜にして離さない、そういった人に出てくるような手相でございます。クールなモテ野郎、あなたの手相はどんな手相でしょうか。じゃあ早速ね、ちーくんの手相見させてもらってもいいですか。ちょっとないかもしれないんですけど。いや、かわいいですね。どうですか。いや見てくれるんですよね。もう恐れ多くて、はい、恐れ多くて。で、見てくれないんですか。見ます。あ、じゃあ目を開けてもよろしいでしょうか。じゃあ、はい、ないと思うんですけど。いや、チーク悪いよ。どうですか。あー、香ばしいです。柑橘系の匂いがしました。さすがチークンです。チークンの匂いは柑橘系でした。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。終わっちゃった。なあ、手相見忘れた。